テロリストが身を隠せないように茂みを火炎放射器で焼却するアメリカ陸軍の兵士。現在では戦闘用としては使用されていないが、作業用として採用されている火炎放射器は炎を投射する、もしくは火がついた液体を投射する武器、兵器、ないしは道具。道具としては農業や一般家庭などにおける雑草の駆除に使用されるものがある。炎によって、 対象物を焼却する。公平資材として障害物や危険物の処理に使用される。被弾に弱く射程が著しく劣っているため、主力兵器とはならなかったが、当地下などの建造物及び洞窟といった兵所に対して使用すると酸欠をもたらし相手を窒息死させることができるため、牢上した敵を相当するために使われた。現代では、そのような用途は、 サーモバリック弾に置き換えられている。また、肉薄兵器として、対戦車戦闘に使われることがあった。見通しの悪い竹藪を焼くため、火炎放射器を使用するアメリカ兵一人で持ち運べる火炎放射器のうち、背中に背負うタイプのものをバックパック式と呼ぶ。このバックパックは、2本もしくは3本のシリンダーから構成される。1本のシリンダーには、重油やゲルカガソリンが、 もう一本には可燃性もしくは不燃性の圧作ガスが充填され、シリンダーからパイプで繋がれたー部に可燃性液体を押し出す働きをする。シリンダーが3本のものは全体のバランスを取るために外側の2本に可燃性液体、中央の1本に圧作ガスを配置する。ー部は小さな貯蔵器、バネ式の弁、点火システムから構成されている。 オペレーターがトリガーを引くと弁が開き、ガスによって加圧された液体が点火システムを通って噴出する仕組みである。点火システムには多くのバリエーションがある。最も初期の単純なものとしては、電熱線のコイルがあるが、可燃性液体の流速が速すぎて着火に失敗する事故も起きたようだ。 より複雑な構造を持ったものとしては、シリンダー内の可燃性ガスを火種として用いるものなどもある。また、空砲を発火したガスを着火源とするものもある。これは寒冷地や陶器においても確実に着火させるためである。野戦では重砲に対して有意がないが、兵所に対して使用すると酸欠を引き起こして気兵を窒息死させることができるため、 対人地用の公平資材としても使われた。無論窒息に至らなくても、炎によって敵兵にひどい火傷を負わせることもできる。火炎放射器は、機体の炎というより、むしろ燃える液体のジェット噴流を作り出すため、残酷やトーチカの内部のような、見通しの効かない空間の壁や天井で、跳ねるように撒き散らすことができる。着火しない状態で燃料を目標に噴射し、目標が 燃料まみれになったところで着火して火炎放射を行い被害を拡大することも行われる。この場合は、トーチカなどの構造物の細かい隙間にも燃料がより、行き渡るため、隠れた対象にも効果が上がる。この方法は、体操降車両線にも有効であり、ドイツの火炎放射戦車などが行っている。また、着火されなくても人体に燃料が付着すると、 強烈な痛みと炎症を引き起こし、ゴム製品などが腐食する。液体燃料を噴射するため、燃料タンクが必要であり、人力で運ぶには重く、容量も小さいので長時間の使用はできない。射程が18メートルと短い上に、直立した姿勢での使用になるため、放射中は無防備であり、真っ先に敵の標的になる。戦場での平均寿命は5分とも言われるほどである。 可燃物そのものであるタンクを背負っているので、火炎放射器を装備した兵士が被弾すると爆発する、危険性も高く、軍事的に優位である場面でないと使用は困難である。ギリシアの非中世の東ローマ帝国では、ギリシアの日という火炎放射器のような兵器が使用されていたが、国家機密とされていたため帝国の滅亡とともに、失われ、後世には伝わっていない。そうにおいては、 猛火指潔というナフサを詰めたタンプにそれを目標へ吹きつけるためのポンプと噴射口を備え付けた兵器が運用されていた。現在のような火炎放射器を史上初めて開発したのはドイツの技師リハルト・フィードラーだとされている。1901年、彼はドイツ軍に火炎放射器の最初のモデルを実験した。フィードラーの火炎放射器は 高さ4フィートの単一のシリンダーからなる、下半式装置であった。シリンダーは水平に二分割され、下層には圧作ガス、上層には可燃性の油が収められていた。レバーを押し下げると、ガスが油を押し上げ、ゴムチューブを通って、単純な点火装置を内蔵した鋼のノズルから、火炎流を噴出させる仕組みであった。この兵器は、20ヤードの範囲で2分間。 猛烈な煙を伴った炎の噴流を発生させた。欠点として、これが単発で、一回の発射ごとに燃料と発火装置を交換しなければならなかった点が挙げられる。第一次世界大戦時の西部戦線で火炎放射器を使用するドイツ兵この下半式末付け型の装置は1911年まで採用されることはなかったが、その後ドイツ軍には専門とする12個中隊が作られた。 第一次世界大戦においては1916年2月、ベルダンの戦いで、フランス軍に対し一気に勝負をつけたい時に、敵陣地に12メートルまで迫って使われ、同年7月に、方下で、イギリス軍の掘った残豪に対して用いられたが、それまでは全く使われることはなかった。しかし、一旦使用されると、限定的ながらも、印象的な成功を果たした。ただし、 火炎放射器のオペレーターは非常に狙われ、安く、特に火炎放射器自体に攻撃が加えられると炎上して周囲に致命的な結果をもたらすことも多かった。また戦略物資であるガソリンを大量に使用するため、イギリス軍とフランス軍においてはシステムの試験、検討はされたものの、この時点で採用されることはなかった。ドイツ軍は第一次世界大戦の 全機関を通じて火炎放射器の配備を続け、最終的には一体あたり、平均6台の火炎放射器を装備した300以上の部隊が編成された。この当時の火炎放射器の噴射剤には増粘剤が添加されていなかったため、炎が跳ね返ってきたり、流れ出したりしてしまう欠点があった。天然ゴムを使った増粘剤が開発されたが、あまりに高価であり、 貴重な戦略資源を浪費するため採用されなかった。北、フランスにおいて火炎放射器で訓練するドイツ兵防護服を着ている火炎放射器は第二次世界大戦において各国の軍隊で広く用いられた。射程の短さと基本的に徒歩であるオペレーターの脆弱を解決するため単独の兵士が運用できるタンクを吸い付けた背負い式ユニットの開発が検討され始めた。 ドイツ軍は西洋パへの進行の初期にはかなり頻繁に陣地攻撃に火炎放射器を使用したがその後は利用頻度が低下し報復作戦にしか用いられなくなった東部戦線に関しては焦土作戦の実施に伴い終戦まで使用が続けられたドイツ軍の火炎放射器は後ろや側面に加圧タンクを持った大きな単一の燃料タンクで構成されており 着用者の通常装備を邪魔しないように、配能の下部に装備できる構造になっていた。イギリス軍の火炎放射器は、ドーナツ型の燃料タンクとその中央部に小さな球形の加圧ガスタンクが配されており、その形状から救命浮き輪の愛称で呼ばれた。アメリカ軍は、ナパームを混ぜた火炎放射器が、従来の炎の距離が3倍以上の70メートルまで伸び、 太平洋戦域で日本軍が構築した網の目のようなホラー穴型の残酷を相当するのが特に役立つことに気がついた。深い洞窟や水道においては炎自体が敵兵に届かなくても爆発的な酸素消費、煙や排気ガスによる窒息効果で敵を相当することができたからである。アメリカ軍は硫黄島の戦いや沖縄戦などで頻繁に使用した。しかし、 アメリカ軍の火炎放射兵は日本兵に恐れられた一方で憎悪の対象ともなり反撃による火炎放射兵の損失が無視できないものとなったことから後に火炎放射戦車がこうした戦術の中心に据えられるようになっていったアメリカ海兵隊ではロンソン製の火炎放射システムを装備した M4 中戦車が登場するまで M2 から2型火炎放射機が継続して使用された また、敵兵の立てこもる洞窟や地下陣地をまず、火炎放射器で焼き払い、その後に入り口を、手榴弾や爆薬で爆破する戦法を、アメリカ海兵隊では、トーチランプ戦抜き戦法と呼び、特に、沖縄戦で多用された。一方の日本軍は、93式、100式火炎発射器を日中戦争から、太平洋戦争にかけて運用しており、 主に統治下への攻撃の際に多用していた。93式、100式火炎発射機は構造、性能ともにアメリカ軍の M1、M2 火炎放射器と大差のないものであったが、当初での防衛戦が主体となる、対戦末期には戦局に寄与するような活用は行えなかった。しかし、伊王島の戦いにおける海軍陸戦隊にて配備の記録が残るなど、終戦まで、 生産配備自体は行われていたようである。M4 火炎放射戦車硫黄島で戦闘を行う火炎放射戦車第二次世界大戦中、数カ国が火炎放射器を搭載した戦車を使用している。詳細については火炎放射戦車を参照。ここでは代表的な火炎放射戦車の一つである M4 火炎放射戦車について述べる。 火炎放射を行うアメリカ海軍の河川省海底、アメリカ海兵隊は、朝鮮戦争及びベトナム戦争においても火炎放射器を広く運用した。しかし現代戦における重要性の低下と世論に対する影響を考慮し、1978年にアメリカ国防総省は戦闘用の火炎放射器を米軍装備から廃止した。一方、日本の陸上自衛隊では、 現在も携帯放射器の名称で、火炎放射器の装備と調達を継続している。これは建築物の立てこもりテロや生物、化学兵器に汚染されたものの焼却消毒などで有効であると判断されているからである。また、火炎放射器の代替品として、個人で携帯可能な対戦車、ロケットランチャーの技術を応用して、弾頭を 焼夷弾やサーモバリック弾に更新した携帯式ロケットランチャーが開発されている。代表的な例としては、ソ連ロシアの RPOA、RPOZ やアメリカの M200 にロケットランチャーなどが挙げられる。この他、RPG-7 用の t b g 7トや RPG-29 用の t b g 2 9ト スマウ用のスマウ NE などのように既存の、ひつか捨て式、ロケットランチャーに対してもサーモバリック弾が開発供給される例は多い。灯油やカセット式コンロなどに使用される、液化天然ガスのボンベを燃料とし、数センチメートルから数十センチメートルの炎を噴射するものが市販されている。これは除草バーナーや草焼きバーナー、グラスバーナーなどと呼ばれ、 庭や畑などの雑草や害虫を焼却するのに用いられる。軍事用のような水平噴射ができないよう、筒が下向きでなければ、噴射を止める安全装置が組み込まれていることも多い。ただしこれらが放射するのは燃えるガスの噴流であり、着火したゲル状の燃料を放射する軍用のものほどの、威力はない。映画などの劇中に登場する架空の火炎放射器は、 軍用ほど危険ではない液化ガス式のものが多く見られる。また、冬季に大量の雪が降る国や地方では火炎放射器が融雪に用いられたことがある。日本においては38号雪の際に災害派遣により出動した自衛隊が火炎放射器で消雪活動を試みたが大きな成果は上げられなかった。アメリカは一般市民が火炎放射器を所有できる。 連邦法及び一部の州では、火炎放射器の所有に全く規制がなく、通信販売でも自由に購入が可能である。カリフォルニア州などでは、地元の消防署長の許可を得る必要があり、違反した場合には1年以下の懲役、または1万ドル以下の罰金が科せられる。CNN の報道では、現在、アメリカには2億7000万本の民間用火炎、放射器がある。主な用途は、 農業や、聖地のための助走用であるという。アメリカ合衆国ドイツ国大日本帝国、日本ソビエト連邦火炎放射器は戦争、アクション映画のほか、SF ホラーの映画、漫画、小説にも頻繁に登場する。ビジュアル的に派手さを演出できるほか、銃弾や刃物では完全な抹殺が、難しい病原体や怪物に対する数少ない、効果的な武器として使われる。 ありがとうございます。